ナワトル語で小さなエナギの場所を意味する魔法の町、プエブロマヒコ、ウエホツインゴ。この名所はその偉大な自然遺産に由来しています。この壮大な町はプエブラ州の首都近辺に位置し、豊かな緑と800年にわたる文化遺産と融合し、歴史や建築の宝が隠れています。ユネスコの世界遺産に登録されているサン・ミゲル・アルカンヘル旧修道院は、その礼拝堂とフラメンコアーティストサイモン・ペレインスの祭壇のフラスコ画を誇らしく披露しています。中には福音宣教博物館にある200点を超える展示品は、この場所の豊かな歴史を語り、植民地時代の証となっています。壮大なヌエストラ・セニョーラ・デル・カルメン教会は、堂々とした外観、黄金の祭壇で飾られた内装、歴史と植民地時代の建築の生きた証である宗教画や彫刻で美しく輝いています。ウエホツインゴの歴史、文化、スピリチュアリティに潜り込み、他に類を見ない美しさに装飾された200年以上の歴史に酔いしれてみてください。